えー、こんにちは黒田和之です。今日もごご視聴ありがとうございます。今日はですね、えー、とフットプリンツのドラムの解説の方はしたんですけど楽曲の方の解説をしたいなと思います。だからドラムに興味のない人はまあでもちょっとその対応の入れ違いと結構面白いんでねよかったら遡って見ていただきたいです。あの詳細欄の方に貼ってありますのでまた多分、えー、終わったっ、えー、とに多分。 これれでですすっって言って言おすすめは出るかもしれないですね、えー、その辺たどってですね「フットプリンス」のドラム解説も見ていただきたいですが、えー、楽曲解説ということでですねリスナーとしても、えー、この曲はすごく面白いので是非聴いていただきたいその辺のポイントのまとめをちょっとしてみました。えー、やってみますでしょうね えっと、内容はですね、まあ、ブルース構成であるということですブルースとは何ぞやっていうのはちょっとまたこれはこれでまた一つのタームになってしまうので、えー、ブルースに関してはまた別個でお話し,しますブルノって何っていうのはちょっと昔やってますけどちょっとまたまとめますねなのでブルース構成であるということは12小節の繰り返しこの曲の場合は3拍子なんで24小節の繰り返しになってます、えー、ブルース構成であるということですね。 あれ4分の3拍子の 2, 2拍子のタイムモジュレーションがあるってことでねワンツースリー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 これドラマでもやってるんですけどあと4分の3から4分の4にタイムがワンツースリーワンツースリーワンツースリーフォーワンツースリーフォーっいうタイムが変わっていきます。全部こう小説の タイム軸、時間軸を取っていくとずっと一緒なんだけどその割ってる中がちょっと違うっていう形の、えーまあ、よくあるこうアフリカからもともと来た、まあ、ポリリズムとかヘミオラっていうものがはまってるわけなんですがということですね。 これも解説していきます。あとテナーサックスの切り替えでですね、意見の相違があるんです。これめちゃくちゃ面白いんで、えこれの説明もしました。あとエンディングで全員のアプローチがすごく、みんながこう、ああしたりこうしたりこうしたりというところがやっぱ出てくるんで、ここがやっぱマイルスのすごいところだな、みたいなお話をしていきたいと思います。それでは始めていきましょう。 それでは、ね、ブルース構成っての何かというと,、まあえーとまあ、本当は十二で一塊なんですけど、A 八 B 八、えー、C 八な形になってます。本当は四四四なんですね。四分の四分の時はね、四分の三で小節ずつの三段って分けるので、僕は A B C で説明することが多いですね。A のところで B のところでちょっと 雰囲気がこうね4度にコード的に4度に行って1度に戻ってくるんですけどでここの部分がですねこれは普通5度に行くんですけどこれ裏コードっていうのを使ってて、えー、d d フラット、c という c マイナーっていうところに行くんですが、まあ、ここの部分のハーモニーがこうこ,こが一番こうバーンってこう。 劇的なとこなんでここだけ今日急に体ムを倍にしたりとかですねワンツースリー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 ワンツースワンツースワンツースリーワンツースリというふうにしたりとか要は3の上に2が乗ってるみたいな3の上に6が乗ってるみたいなとかをやっています。というところにここだけここだけだから自由にやるって感じだからベースは2で言ってんのにドラマ4で言ったりする瞬間 でえっ、ー、とまあいろいろなタイム変化ってる。で C の後半のところはここはバンプというかねえっ、ー、と最初ここのイントロのとこバンプっていうんですけどバンパまた他のところでいっぱい説明してるんですけどまあ、同じリズムのずっと繰り返しのことですね。でこのメロディーが入ってきたところで次に進むって感じなんですがでここの C のとこはちょっとバンプに聞こえるんですね。ここでなんかメロディが1回終わっ であとここ余剰が残ってるみたいな感じで聞こえるんで,でここの部分が、まあ、ちょっとバンプに聞こえるという感じですねこれ後でちょっと出てくるので覚えておきましょう。はい でではですね構成解説ですねまずイントロが4分の3でやっててですねテーマを2回やるんですねでマイルスがソロ始めますでマイルスのソロの時にのテンポ変化がありますここはね「ドゥードゥニジャイローズ」のリズムがすごい似てるよっていうのはドラムの解説ですごく話ししたんですけどその感じにすごく似てますねなのでここは、えー、4分の3から4分の4に行くとこですねこれって、えー、タイムチェンジでどういうふうにやってるかと ワワンンツツーーススをねこれあのドラムの回線とか同じことやってますがワンツースリーワンツースリーっていうふうに弾くということですねちょっとベースを打ち込んでみたんでね聞いてみたらどうかっていうかとですねここちょっと見てもらうとちょっと分かると思うんですけどちょっと広げますねここ均等でしょだからこれ聞いてみるとワンツースリーワンツースリーって聞こえますよねでここを このこここんだけ後ろにしてこここんだけ後ろにしてちょっと変えてるだけだけどこれワンツーワンツースリーフォーワンツースリーフォーワンツースリートン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 ワンツーワンツースリーフォー2拍子に聞こえるというかワンツースリーワンツースリーワンツースリーうん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 という変化ベースのベースの タイムををつの音をちょっと後ろにずらすだけで、この1個目と次の小説の頭の音は同じタイミングにあるのにここをずらすだけで急に倍のテンポに聞こえるっていうこういうことをやってござるんですよ。とんでもないでしょ要は数字にすると、まあ、まあ1小説100にしたかったんだけど99九で考えると333725にしてもちょうど99になるんですが要は本当に100分の4ずつずらしている。 100分の4ずつずらせばそうするとこうフレーズが変わって聞こえるっていうことですね本当にすごいことやるんですがこれでこのテンポをラテンのテンポ4分のように変えます。でマイルスのソロからショーターのソロに移るんですがショーターはですねソロに移った時ですねここのマイルスがここの A の8小節のところで音をビャーって伸ばすんですねマイルスってよくあるんですけど頭ぴったり終わらずにちょっとはみ出してどっかに去っていくんですよそうするとそのまま進んでるから B からサックスが入ったりするんですがまさにショーターは B のフレーズを吹き始めてるんですけどマイルスがバーって音を伸ばしてるからこれはバンプなんじゃないかなってロンカーターだけがイントロのバンプを始めてるんですね要は4小節終わったんで8小節バンプやってショーターが B のフレーズを吹いてるのに 小節ずれててロンカートは A を吹いてますで「ん?」って感じで翔太は C のフレーズを弾いた時にはまだロン・カートが B をやってるのでそこで「分かった」ってことで合わせてここで C ね元に戻してますつまりこうハーモニー的には全然合ってないフレーズがあるんだけどでも OK テイクなんですねこれがすごいですね 翔太が,がそのあと受け継いで三段ソロをしたら反国のソロのとこはね反国のソロなのかなって感じ最初ドラマがブワーって暴れててで反国が途中でなんかリズムみたいなことをずっとバッキングでやってるのかなと思ってだんだん反国のソロみたいなソロなのかなと思ったところでまたテーマに戻るんですがこのテーマに戻った時の音色感ですねここをぜひ聴いていただきたいなんかこうワーってもらって収束した時の音のバーンって入り方がまさに幻想的な音色で要は こうガーってこう盛り上がった後にここねちょうどいいところに入った時にこうもう素晴らしい感じの音色でワンってこう着地するんですねもう音色感がね痺れます、ね、だからこうんかこう構成力もそうだけどやっぱ音色でこうゾクゾクってさせるとこはすごいですよねあの CD でヘッドホンで聴いてるだけであんだけこうザク続クするってことはもうね途中でワクワク感が止まらなかったですねし何回も聴いてる曲ですけどね。でこうテーマ入るでしょ でそうするとマイルスが今度はですね、えー、と同時にサックスと吹いてるのに半拍ずらして吹き始めるんですこれねあの他の曲でもやってるネフェルティーってことでもやってるんですけど相手にずっと同じようにメロディーを吹かしておいて自分はちょっとずらすんですねはみ出たみたいな感じ。僕的に言ううととマティスの,あのちょっとこう デッサンよりわざと色をはみ出せてこうやってるみたいなですぐ戻ってくるみたいなそういうことをやってるんですすごいですね。で2コーラス、えー、テーマをやったら、まあ、バンプでずっとこう最初の「同僧同味同ド同ー,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 ーを弾いててですねベースがそしたらもうしばらくされて終わるのかなと思って一回減速するんですよ。えー、とロンカートもウラウラウラとかやったりぐちゃぐちゃにしてリズムが一回失われるんですけどそこでトニーがシャッ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 って踏んで。 勝って活力を上げた瞬間に多分マイルスが合図したんでしょうね。多分またはって入るんですけど、その瞬間の空気感がすごいんですよ。このテーマに入った時の空間、もう素晴らしいですよ。で、全部終わってわーん。ってやってでベースがふにゃ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 ってふにゃふにゃなるんですよ。ふにゃふにゃってわーって終わるんだけど、終わってベースがボヨーンって伸ばしてる時にディールって聞こえるんですよ。ディールですね。で、これとマツとこう。 ね、ちょっとアメリカ人の友達ドナルドとこう話してたら「これディール」って聞こえるんだけど「ディールでいいの?」って聞いたら、うん「ディールしか聞こえないけどもしかしたらビッグディールって言ってんじゃないかな」と思って「大したもんじゃん」みたいなビッグディールなのでなんかすげえことになったな、うん、みたいな感じすげえたことがで俺たち作っちゃったなみたいな感じをしわがれ声のです、ね「でディールって言ってるんですね。めちゃくちゃゃくかっこいいいですねね聞いてて、ね、もう 三回ぐらい聞きましたね。もう三回とも泣きそうになりましたけど。っていうぐらい。 素晴らしいい構成ででございますウッドプレンツですップね是非皆さんもう一度聞いていただきたいなと思いますがまあ、マイルス・デビスのことばっかりになっちゃいますけどなんかねこう解説しやすいんですよね。他の人のやつっていうのはこう音列がどうこうとかここのフレーズでこうとか音列とかの場合はその場でこう説明しないとここでこうやってやってるって,ってもわかんないじゃないですか。でもマイルスの場合はもう本当にね大きな構成でこういろんな仕掛けがあるんでこうやって説明を受けてから聞くだけでこうブワーって広がって聞こえるというかねまあ、解説し しやすいんですねまあ、マイルス以外の曲もまあ取り上げていきたいと思いますがとりあえず僕のあのおすすめのところから行きたいと思いますので今日はフットプリンツのことをご紹介いたしました、えー、本日は最後までご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします 私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。